色比べてみてどう、はい、あなんか一番はい、VCP のことです。山本です。あまちゃんです。はい、今日は何ですか、これ、うん、アートの日。おアートの日ですね。日かアートの日です。はい、今日は、はい、まずはこのね、この茶色っぽい液体あるじゃないですか。こいつでちょっと、うん、お絵かきをしてみようと。ほう、お絵かきなの、お絵かきなのね。これ何の液体なんですか。これはちょっと色変わってる。おいおいね、言って言うんですけど面白いね、あなたは何の色か。何これ、犬猫ウサギ。いや明らかにネズミ。こんな感じで、はい、はい、どう、ナス、朝顔書きましたね、はい、全部紫色のブツですね。はい、じゃあネトボロシを色が出て、はい、紫になったかと言いますと、なったかね、うん、言いますとこちらの溶液は、うん、はいはいはい、溶素溶液で、溶素溶液、あの澱粉に反応して紫が、ね、青紫色になるっていう、ということは、ということはこの紙には澱粉が、うん、含まれているということが、澱粉が含まれて紙にすか、はい、紙に澱粉があるんですか、使われてて、うん、その澱粉のりと溶素溶液が反応して紫色になった。一応科学的には溶素澱粉反応ってことでいいですか。そうですね、はい、溶素澱粉反応。そうで、そもそも紙になんで澱粉のりが使われてるんでしょうか。繊維をくっつけるためじゃなくて、くっつける、あの生産するときに重なることが多いのね。でそのペタってくっつくのをこうほらかかあのほら紙付きのイメージ、表面がツルツルの方についてるって感じなんですよね。そうそうそう、繊維同士ももちろんくっつくんだけども、一枚一枚こう重ねたときにペロッとこう剥がれる。なるほど、そういうこともあるね、うん、まあ、洗濯も近いじゃん、それ洗濯のり、まあ、パリッとするのもそういう感じ、ね、それが使われてるっていうのが分かったわけ、うん、はい。ちょっと追加で、はいはいはい、こっちのね、実はこれ和紙なんだけど、なんか色が違いますね、習字用の和紙なんだけど、これ後で比べてみて、習字用の和紙で猫ってばっちり色比べてみてどう、はい、あなんか一番これ発色がいいとか紫だ、めっちゃ紫だけど、なんかこれ青いね、うん、青いね、紫ではないですね。和紙に使われている糊の種類が、澱粉糊の種類が若干なる違うと違うんじゃないかなみたいな、そういう作りでいいですか。そうなんか、はい、これめっちゃ紫に近いな、まあ、想像しにくいんじゃないだけど、うん、自分の中で完結しない方がいいですね。はい、紫が見えにくくなってるのは澱粉が分解されてるってこと。こっちも一番当たってるから、こっち色付けあって、あ、色付けになってきて、上の方と比べると下の方が、うん、全然違う。出汁ならぬ炙り消しという感じですね。はい、なぜこうなったのか、これまあ熱したことでね、溶素澱粉反応に必要なある物質がまあ変化しちゃったと思うんですけど、うん、その物質っていうのがまあその溶素だと思われると、はい、溶素、ね、溶素が消化したんじゃないか、消化してこんな感じになっちゃいました。じゃないでしょうか。今日はアートの日ということで、さよなら。